さあ始まりました、登録者1000人を目指す音チャンネル。今日の動画は前回に引き続きの検知ブロックを積んでいきたいと思います。はい、生コンシャも到着しました。もうね、早くも7段目に突入してます。石屋さんにね、積んでもらったブロックの裏込めコンクリートを今度は僕らが打っていきます。で、生コンをこのバッカンに入れてもらって、ユンボのオペさんに釣ってもらって打っていきたいと思います。そうそうそう、あんまりね満タン入れられると今度ねユンボが釣れないんでね、半分ぐらいにしてもらいました。さあそれじゃあ打ち込み開始。はい、手元の2人頑張ってな。そうそうそう、しっかりねオペさんと合図をして、はい、もうちょっと左とか言いながらね、生コンを開けていきます。生コンを開ける時もね、微妙に量を調整し持って見ながら開けていきます。あんまりドバッといくとね、石が前にボコーンと出てまうんでね、これ加減しながらやってくれてます。で、生コンの量を見ながら片箱をね採石で押してくれてます。で、またオペさんに合図してバッカンを移動してもらいます。でね、ゆっくりゆっくり、あ、その通りだね、ゆっくり開けてもらって、で、打ち終わったらバッカンをしっかり締める、まあ、これの繰り返しですね。で、今回これで終わり？では、では。